安本、他でもないがお前が長崎で学んできたオランダ医学の筆記したるものおよびその図録をすべて提出しろ。断ります。うん、あれは私が個人の努力で勝ち得た最新の知識性、他の医者に見せる義務はありません。医学は万人のためのものだ。世の中には新しい治療法で名を上げ財産を築いた医者だっているじゃないですか。断っておくが、ここでは一切無駄口を聞くな。筆記図録すべて出せ。それからここでは委員全員がこの押し着せを着ることになってる。お前もすぐに着替えろ。冗談じゃない、こんな押し着せなんか絶対に絶対に着ません。おい、酒を持ってこい。安本さん、酒を飲むことは禁じられています。禁じられてるから飲むんだ。禁じられてることは何でもやるつもりだ。赤ひげが俺に出て行ってくれと頼むまで名乗ってやってやる。すぐに持ってくるんだ。これは仕組まれたことだ、俺を陥れるために。ここに近づくのは禁じられているのです。禁じられてるからここに来るんだ。新しいお医者様ね。お嬢様の病気に興味があるの？医者なら興味はあるだろう。具合は悪いのか？さっきは発作を起こしたけど、今は薬を飲んで落ち着いています。あなた傷ついているのね。俺は望まずにここへ来させられたんだ。あら、でも新出先生はずっと前からここにはいい医者が欲しい、この養生所こそ腕のある本気で病人を治せる医者が必要だとおっしゃっていたわ。赤ひげが俺を呼んだ理由は分かっている。俺がオランダ医学で学んだ知識を俺から盗みたいだけだ。もう、あなたまで赤ひげだなんて。新出先生はそんな人ではありません。病気の人、苦しんでいる人のことを心から助けたいと考えている立派なお医者様です。あなたにもいつか分かります。傷ついているのでしょう。あなたは私たちもお嬢様もみんな忘れられない。面影がある。深い悲しみ。なぜあの人は我を失う。俺を待たずに、そして孤独の底へ、この奥へ去っていった。そうなのね、気が狂うほど拭いきれない。苦しんだなら、あの日の誓い少し離せば認められない。心を惨めな今の俺をよくわかるわ。傷ついているの
えも お嬢様もみんな君はいつまであの娘の世話をしているんだ。さあ、奉公人ですから終わるまでです。あの娘のことを私に話してくれないか。なぜ知りたいと。私は新しい医学を学んできた人間だ。私なら赤ひげよりもマシな治療法を見出せるかもしれない。やっぱりニーデ先生が望んだお医者様だわ。後でじっくりとお話します。お嬢様が寝た後でお部屋に